ヤッホー、ミルキーです。今日もビール飲むんだけど、今日はね、ビールよりももっとね、もっともっともっと言いたいことがある。驚きの重大発言なんつって。嘘です、そんな重大じゃないけど、いやでも重大だな、があるんで、とりあえずビール飲みながらお話ししようと思いますよ。ってことで、本日のビールはこちら、札幌麦とホップ、アロマホップ香るエールタイプでございます。限定醸造を、夏の香りですよ、夏の香り、すごくない？もう夏だよ。この間までね、ピンクのビール売ってたくせにね、早いね。これはね、初めて見たんで買ってきました。爽やかに香るアロマホップ、エールタイプって書いてるよ。どんなかな、とりあえず開けちゃいますね。うん、アロマホップが香ってる。口の周りがね、悪いね。口の周りが悪い。なんか違うな。口の周りが違うな。なんていうんだっけ。滑舌が悪い。滑舌が悪い。何を言いたかったんだろう。いやでもね、もう関東関西結構夏日だからね、こういうのもちょうどいいのかもしれないね。結構香り強めかも。何の香りだろう。ビールか。まあいいや。ってことで、本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。なんて言っていいんだろう。なんて言えばいいの。表現しづらいね、これ。ちょっと待って。普通に間違えた。エールタイプだもんね。うん。普通の札幌より、フルーティーな感じがする。ごくごく飲める感じ。苦味もね、少ない感じがするんだよな。甘みも少ないけど、苦味も少ない。あっさり系。な感じ。なんて言ったらいいのかな。まずいかうまいかって言ったらうまい。私は好き。でね、うわ、コクがあるなとか苦いっていうのは、薄い。飲みやすい。でね、とてもフルーティーな感じが前面に出てるかな。まあそもそも私はね、ビールのレビュー苦手だからね。まあこんなものっすわ。伝わったらね、びっくり。伝わるかしら。ちょっと今日はね、気合を入れてちゃんとしたコメントを言おうと思ってたんだけど、あかんなこれ。あーくそー、やっぱビールの勉強しなきゃいけないな。先生助けて、誰か私に知恵をください。ビールの知識をくれ。なんかもっともっとね、うまい言葉で伝えたいよ。本当にいい加減。もうね、これ1年やってんだからね、この動画。そろそろね、学習しろって感じだね、本当。そう。それでね、今日ね、どうしても言いたいことがあります。昨日
ージに行ったっていう話したじゃない、こうなんかグリグリしてはって何かを出すマッサージのおじさん、おいでさ、もう結局ね今日の朝起きたらめっちゃ痛くって、なんだよこれ全然治ってないじゃんというよりもむしろ前よりも痛いんじゃないっていうぐらいだったのね。ほいで、もうこれはもう痛み止めを飲むほか何しようがどうしようもないし、すごい本当に痛かった。もうあの仕事をずっと痛かったんだけど、痛くて正直今日ねちゃんと歩けなかったの。もう足もちゃんと出ないし、足ついても痛いし、つかなくても痛いし、もうなんかね右足と左足の長さがなんかもう変わっちゃったような感じもするし、なんかこんなになっちゃってもうどうしようっていうぐらい痛かったんだけど、なんとですよ、なんと1時間前にねピタッと急に本当にさーっとこう潮が引くようにね痛みがね取れましたね。びっくり、こんなことってあんのって思うぐらい、だ本当にねこれはこの痛さはやばいなっていうぐらい痛かったから、まさかですよ、スッと急に本当にっていうぐらい急に消えたので、昨日マッサージをして終わったのがね18時ね、ほいで痛みがパッと消えたのが今日の19時、だから25時間後なわけだ。やっぱりね私のこの辺にね悪さをするね小人が住んでたらしいね。でおじさんが一生懸命こうスッてハッてこう出してくれたじゃない。でそのね出ちゃった小人さんたちがね、あれもうまあどこ行くんだろうね、空気中に分解されていなくなるのか天に登っていくのか、こう地面に染み込んでいくのかわかんないけど、とにかくね体からね出てったらしいね。これマジすごいからね紹介しちゃうよ。東京駅のね八重洲口出て横断歩道橋がね2つか3つあるんだけど、もうそれ渡ったらちょっと左に行けばもうすぐ東京駅の向かいなんで、これね、もみの匠だね、もみの匠。それでね、はってね、悪者を出してくれるのはね、松井さん、ゴッドハンドだよ、マジゴッドハンド。これ、明日の朝もちょっと期待してんだけど、明日の朝も全然痛くないんだったらマジすごいよ、なんなのあの人はっていう、ちょっとこういう経験ね初めてね、もう今感動に浸ってます。でこうマッサージしながらおじさんと話してて、アンジェラさんはどこの出身ですか、アメリカですかって書いて、ああでなんだかそこで違うって言えばよかったんだけど、ちっちゃい嘘をついちゃったんですよ。あ、そうです、アメリカです、アメリカ生まれ、みたいな。ほいでね、アメリカ生まれだったら、スペイン語とか話せるんですかって言われるんだけど、いや、スペイン語っていうか、英語だろ、みたいなね。なんでスペイン語なのかわかんないんだけど、まあ一応ね、まあ英語しか喋れません、みたいな。ほいで、こうマッサージしながら、やっぱりねアンジェラさんちょっとマッサージしてたら分かります、日本人の筋肉は細くてなんか弱いんですよって。やっぱアンジェラさん違いますね、外国人はやっぱこう筋肉が太くて硬いんですよ、日本人と全然違いますねって。もうねそこまで言われたら、もうすいません冗談ですとか言えなくなっちゃって、もうね私はだからここもみの匠、ここのお店ではね私はねアメリカ人
アメリカ人のアンジェラさんでね、もう通ってるんで、まあ一生これでね通そうと思います。まあもし近くに来たら、ちょっと旅行でね東京まで来て、あなんかちょっと疲れちゃったなとかっていう時は、もうここねぜひおすすめ。一つ難点は現金が使えない。現金しか使えないの。カードとかペイペイとか電子マネーもダメなので、現金を用意してってください。でもね60分で3100円ぐらい多分ね、だから安いでしょ。忘れずに、まあ5000円持ってったらお釣りが来るんで安心だと思います。本当におすすめした、おすすめした、お気に入りになったんで勝手におすすめしちゃいますね。こっちのビールはね、おすすめかな、弱おすすめ、弱いおすすめね。やっと分かった。甘みが強いんじゃなくて苦みが弱いんだ。だからなんとなく全体的にフルーティーで甘い感じがするんだね。やっと分かったよ。今日またね、ビールの階段一歩登ったそんな気がする今日この頃でございました。ということで本日のビールは、札幌ビール麦田ホップ、やっくり夏の香り、タイトルこれでいいのかな、一応全部言っとくかな。アルマホップ香るエールタイプでございます。ダーン、じゃんじゃん。本日もシェイビールありがとうございました。また伺いましょうね。 See you, bye。 もみもみ。